第483回9月26日日曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヨシュア記1章7節。ただ強く大いに大しくあって私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。神は神の民を徹底的に愛し、祝福し、成功に導かれます。そしてそのためにいつも神の言葉を備え、その約束の言葉によって一つ一つの問題を乗り越えることができるようにしてくださいます。神は民のリーダーとして立つヨシアに神の御言葉によって生きるように、神の言葉に忠実に従い、右にも左にもそれないならばどこに行っても成功すると教えてくださいました。成功の道は聖書の言葉をしっかり聞いて、右にも左にもそれないことです。聖書の言葉が与えられるときに、神の約束はすでに実現しています。そしてそれを信じて従うときに、どこに行っても成功することができます。共に祈りましょう。今週の祈り。1. 聖書の言葉によって光り輝くことができますように。2. コロナの感染や後遺症で苦しんでいる人が癒されますように。3. 人身取引の被害者が癒され支えられますように。私たちを聖書の言葉によって導いてくださる神様、今日も聖書の言葉によって生きることができますことをありがとうございます。右にも左にもそれるなと言われます。聖書の言葉をしっかり聞いて忠実に行うことができますように。この時代に苦しみの中にあるたくさんの人たちのことを今覚えて祈ります。コロナの問題で苦しんでいる人たち、支えてください。感染された方、どうぞ癒してください。企業の経営者一人一人に知恵を与えてください。また人身取引の被害を受けたお一人お一人をあなたが支えてください。必要なものが備えられますように。神様、どうぞあなたの言葉によって生きるものとしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。